こんにちは。どうも。今日はですね、ちょっとうちのうさぎさんが、ストレスが結構溜まってるみたいで、ゴールデンウィーク実は車にずっと乗せて、3泊4日ぐらい一緒にいたんですよ。だストレスがね、だいぶ溜まり気味のようなので、ちょっとうちのうさぎが好きそうな草を、今から採集していきたいと思います。インターネットレディオ、グッドエアドコン。熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ、DJ、ケンタロウ、中村。ゴー!マジで、うちの家の近くの、よいしょ、ところで草をちょっと採集していきたいと思います。何がええかな。あ、これね、食えるやつです。名前忘れたけど、これ普通に人間も食えるんですよ。なので柔らかくないかな。え、この辺だって柔らかいかな。ちょっとこの完全に雑草なんですけど、これもうちのウサギに。いや硬いな。結構硬くてもいいのかな。あんまり大量にあげてもいけないんで、これかな。はい、こいつから試してみたいと思います。ミッキーさん、ミッキー、あれ、ミッキー、どこ行ったあいつ。ミッキー、お、音がする気がしたけど、ミッキー、あ、いた。なぜゴミ箱の横が好きなんですか。ミッキーさん、これ草取ってきました。これいかがでしょうか。こいつは、おおお、食ったー。え、どうなんだろう。お、食ってる食ってる食ってるじゃん。ミッキー美味しく食べてるじゃない。これ成功っすね。ちなみに本当人間も食えるらしいんで、ちょっとこれはね、俺も食ってみようかなとちょうど思ってたやつなんですけど。おー、よし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 、美味しく食べんだよ。じゃあよし、ウサギの餌一つ目ゲット。ちょっと他のも探してくんね。他にもね。うまそうに食うな。はい、というわけで他の餌もちょっと探しに行きたいと思います。あればいいけど。ああ、なんかお花捨ててある。結構ウサギさんお花好きなんだけどな。まあでもこれやめとこう。アロエも人間食えるけど、ウサギ食うのかな。まあでもこれ基本人んちのだもんな。やめときますか。他にウサギが食いそう。あ、これはいけるやろ。ヨモギですね。おー、ちょっとこの辺育ちすぎてるかな。てかヨモギ、こ、え、どっちも一緒か。ほな、ちょっと今度はヨモギいっとこう。この柔らかそうなとこ、はい、これでいってみたいと思います。はい、これうちのお隣さんの。おー、これ七変化ですね。これね、葉っぱも毒だし身も毒なんですよ。で、最初は赤で、その後少しずつ全部黄色になってきてっていう花なんで、七変化って名前で呼ばれてるやつ。めっちゃハーブに似てんだけど、匂いも、うん、ハーブに似てんだけど、これ毒っすね。葉っぱも毒、実も毒のはず。これやめとこう。ということでミッキーさん、あれ、今度どこ行った。ミッキー、あ、ここですか。今度はミッキーさん、また
草取ってきました。このヨモギです。ヨモギはどうでしょうか。あ、開いちゃった。このカーテンの裏に隠れんだよ。ミキ、ヨモギはどうですか。ヨモギさん、ヨモギ食べません。ヨモギはぶっちゃけ前食べたことあるんですよ。普通にわりかし好きで置いとくとなくなるっていう感じなんですけど、はい。あら、え、ヨモギいらない感じ。さっきのでお腹いっぱいになっちゃったかな。ここはヨモギはどうですか。食べません。今日いい感じ。分かった、後でお家に入れとくね。じゃあミッキーさん、後でお家、あ、お、お、食うのか、食うのか。ちょっとね、あのヨモギも春を過ぎてですね、ちょっと硬くなってきたんで、もしかしたら好きじゃないのかもしれないですね。はい、ということで今日はミッキーの餌やりでした。ミッキーご挨拶。ワードで切ってジャニー、ありがとうございました。あとぜき。かわいい。今日も安定してかわいいっすよ。Thank you for your listening. Good Air Docom. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね、流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことは、インターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。